はい、続きましてキュアメイドカフェにやってきました。ここはですね、秋葉原でも最も歴史のあるメイド喫茶みたいで、なんといっても南小鳥ちゃんがチュンチュンがここでアルバイトをしていたと言って、すごい有名なラブライブの聖地だと思います。私初めて来たんですけど、キュアメイドカフェにはちょっとすごい緊張しています。メイドさんがいるどうしよう、緊張する、コンディションが復活してるあ、いらっしゃいました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では席までご案内いたします。お願いします。はい、失礼します。それではご注文決まりの頃お伺いいたします。失礼いたします。はい、ありがとうございます。がこう落ち着いてる感じが安心します。すごく胸の高鳴りがひどい。バババババ。お待たせいたしました。お紅茶のダージリンティーご注文のお客様。はい、はい、すごい、はい、じゃあお紅茶清書の1杯目を次してもよろしいでしょうか。お願いします。ありがとうございます。失礼いたします。紅茶入れてもらうの初めてかもしれない。作法がめっちゃ綺麗だった。ていうか爪切っててえらい可愛いメイドさんの虜になりつつある。あ、いただいていいんですか。もういいんですか。それではメイドさんが入れてくれた紅茶いただきたいと思います。手が震える。いただきます。優しい味がする。メイドさんの心のようだちょっとお砂糖入れよう。あと熱かった失礼いたします。お待たせいたしました。大人のお子様ランチフリープレートご注文のお客様。はい、失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。もう名前からして魅力的すぎて即決でした。大人のお子様ランチ、なんかここの店舗に変わってからの新メニューみたいで、大人になったらお子様ランチって食べれなくなるじゃないですか。でも私いつもご飯食べに行ったりするとお子様ランチ食べたいって思うんですよ。めっちゃこの旗とか立てたりエビフライがあったりとか好きなものばっかりが詰まってるじゃないですか。でも食べれないからこうやって大人のお子様ランチっていうのを見た時にもう好きなものしか詰まってない、もうこれは食べるしかないと思ってもう直感で選びましたいただきます。あ、柔らかい。いただきます。デミグラスソース。うん、おいしい唐揚げ食べよう。唐揚げ食べていいですか。唐揚げ大好物なんです。え、今見ました。肉汁が噛んだ瞬間にバッて出てきたし、お肉が柔らかくて美味しい。ママの唐揚げの次に美味しいえ、美味しい。タルタルソースでエビフライ食べるの初めてかもしれない。いただきますプリプリエビがでも大きい。しかもなんかお子様ランチのエビとかお弁当に入ってるエビ
フライってやっぱちっちゃいイメージがあるんですよ。私のお弁当箱に入ってたエビフライはすごいちっちゃくてもっと食べたいって思ってた記憶があるんですけど、このエビフライは大きくて食べ応えがある。嬉しい幸せ大人だ。全力はそれでは中に2枚入っておりますので、後ほど右抱きの形にのりでお貼りください。はい、ありがとうございます。はい、ということで聖地巡礼一発目が終了したということで、御朱印をいただきました。ちょっと見てみますか、どんな感じなんだろう。あ、後で自分で貼るみたいです。はい、すごい、ありがとうございます。そうなります。ありがとうございます。では、スタンプを第1号として押させていただきたいと思います。本当にいいんですか。本当にいいんだよね。もう早く打った方がいいよね、これはね。あ、いただくよ、いただきます。失礼します。優しく優しく、ポン、グ、こうして、はい、お、めっちゃ綺麗これはきっと私の中の歴史にももう絶対死ぬまで残る素敵な思い出です。第1号ありがとうございます。大事にします、絶対なくさない、この思い出。まあ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 、はい、ということで今年一発目に聖地巡礼をさせていただいたんですけど、今年はね、私も行ってみたい場所がいっぱいあって、ラキスタの、久喜市で神社の前だったりとか、あのオープニングのラキスタのメンバーが踊ってるシーンがすごく好きなので、あれを実際に私もこうやって踊って同じオープニング風なやつができたらなっていう公私混同な気持ちがあるんですけど、それが一つの今年の夢です。叶ったらいいなって思ってます。なのでね、叶うことができるように二次通でこれからもいっぱい頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。